こんにちは、土の子です。今回ね、一度しか戦えない系の、まあ、伝説ポケモン、純伝説ポケモンとか、今作ではウルトラビーストなんていうのも結構1回しか戦えない、1回しか捕獲できないっていうのが多いみたいなので、ケイシーが覚えてるね、シンクロっていう特性がとても重要みたいです。あの個体値の方はね、金の王冠や銀の王冠で上げられるんですけども、性格を直すことはできないので、シンクロを使ってね、欲しい伝説ポケモンとかの性格を決めるためにね、僕もケイシーのね、シンクロ捕獲したいなと思います。でケイシー出てくるのはね、最初のメレメレ島の2番道路もしくはハウオリシティ、ここで出てくるみたいです。でケイシーは大抵ね、最初の方に、初代のポケモンでもそうだったけど、速攻で逃げちゃうので、そこで重要なのがね、このちょっと先でゴースがゲットできるんですけども、まあ、ゴースが最初から覚えてる、この黒い眼差しね、で、戦闘から逃げられなくして捕まえる、みたいな戦法を使って、ケイシーをね、仲間にしていきたいと思います。よし、来たね、ケイシー。黒い眼差し、逃げれなくなった。ちょっと混乱もかけとこう。お願いします。うわー、出るね、ぐぬぬ、来い、もういいでしょう。よし、さあ特性がシンクロかどうかがもう一個のポイント。来ましたな。眠っている時もテレポートして身を守っているが、目覚めた時にどこにいるか分からず慌てる。かわいいね、超能力だからね、超にょ。さあ強さ見ていこう。残念、特性精神力、シンクロじゃなし。ここケイシー出るね。よし、来た来た、よし、ゲット。さあ結晶の強さを見ていこう。お、特性シンクロ来ましたね。特性シンクロでおとなしい性格、僕はやっぱ素早さの高いね、陽気かね、臆病なんかの性格がいいなと思ってるんですが、本当はね、女の子のケイシーでメタモンと一緒に預け屋に預けさせて卵孵化させた方が早いかもしんないな。あら、ピチュー出ちゃった、かわいい、かわいい、尻尾振る。さあ来い、どうでしょう、カモーン、よし、ピチューゲット。可愛いけれど一緒に暮らすなら電気ショックでビリビリにされる覚悟をしなければいけないのだ。コネズミポケモン、オスでした、ピカピカくん。お、来ましたね、はい、来ました、特性シンクロ、そしてテレアな性格。よし、来たね。残念、精神力でした。シンクロンって名前つけたんだけどな。さあだいたいね、今黒い眼差しがゼロになったんで、ちょっと一旦ポケセン戻るとともに、ちょっと育て屋のとこ行ってみようか。よし、この預け屋さんで、卵の元メタモンと、そしてケイシー預けていきましょう。もうあそこの場所ね、捕まえられる野生のポケモンいなくなったと思うんで、ここで卵孵化させた方がいいかなという判断でございます。お、来ましたね、卵持ってた、はい、これでまたケイシーがゲットできてるはずなので、女の子のシンクロを持ったケイシーが出たら、今預けてるケイシーを溶かして、女の子のケイシーに変えると。そしたら多分ね、シンクロの特性が出やすくなるんじゃないかな。それでシンクロの特性のケイシーで、性格がね、自分の欲しい性格のケイシーをが孵化するまで卵をね、孵化させていくみたいなやり方でいいと思います。
今回結構ウルトラビーストがね強いみたいなんで、ウルトラビーストはね安易に捕獲するんじゃなくて、ちょっとね性格にこだわって、僕はね捕獲していこうかなと思います。ということで、こっからはねちょっととても時間がかかってしまうんで、もっと他にねいいやり方があったらコメントでね教えてもらえると嬉しいです。今回は卵を孵化させやすくなるマグマグみたいなポケモンはどこにいるんでしょうね。それも今からね探していこうかなと思います。あ、そうだ、ちなみにねニャースが物拾いの時にゲットしたものの中にね赤い糸ありました。赤い糸があると親の個体値を3つぐらい引き継ぐんじゃなかったかな。赤い糸もそしてね変わらずの石もあるので、まあこれで性格も変わらずに厳選もできるのかなという感じですね。いつかねみんなとバトルするときにしっかりポケモンたちをね育ててから挑戦したいなと思います。ということで、今回はね一度しか戦えない系のポケモンのためのケイシーをね捕獲してみたという動画でした。それじゃあよかったらまた次も見てください。つつのこでした。